コニーアイランド側はニューヨークブルックリンクにある1.8マイルの長さの潮の入りへ。かつては3マイルの長さの海峡であり、部分的にクレーブゼンド湾とシープスヘッド湾を結ぶ干潟であり、コニーアイランドを本当の島にたらしめていたが、20世紀初めから中頃にかけて東半分が土地の所有者と都市建設プロジェクトにより埋められた。 コニーアイランド側のシェルロードの終点グレーブゼンド1からシェルロードまで東へ1.8マイル伸びており、コニーアイランドの生誕とグレーブゼンドやバスビーチを隔てる存在である。川の生誕は南側でコニーアイランドクリークパークやカイザーパーク、北側でカルバートボックスパークやシックスダイヤモンズパークと面している。クロップシーアベニューとスティルワイルアベニューという橋や、 ウェストエンド線とシービーチ線が走っている2本の平行のトレッスする橋がかかっている。東端は北側でショアパークウェイと南側でネプチューンアベニューと面している。海上交通はクロップシーとスキルウェル・アバヌズの間のケーブルネットにより制限されている。川の東部は民間の工業用地と地元の電力会社キースパンの土地を流れている。 川はシェルロードで終わり、そこでは雨水管が道路の下から出ている。ヨーロッパの植民地であった時、現在のコニーアイランドを構成する土地はいくつかのバリアー島であり、相互に繋がっていた水路は常にその形を変化させていた。コニーアイランド側となった水路は生端の土地の一部がコニーフックという半島だったため、島の後部まで広がっていなかった。 半島の東部を流れていたハバード・エス・クリークは海に直接つながっていた。1750年、1、4マイルの長さの運河が、コニー・フック・遠征湿地を通りグレーブ・ゼンド・湾に繋がる川から東のハバード・エス・クリークまで掘られた。このグレーブ・ゼンド・湾とシープス・ヘッド・湾を結ぶ新しい運河により、船舶がジャマイカ湾からニューヨーク港まで危険を犯すことなく、 海に出ることができるようになった。島の後ろにある水路は、グレーブゼンドという町を横断していたため、19世紀、初めにグレーブゼンド川と呼ばれた。最終的に島を分けていたハバードエスクリークなどの川や入江は、自然の過程と土地開発の両方により埋められ、コニーアイランドと呼ばれるようになるただ一つの島と、コニーアイランド川と呼ばれるようになる、後ろにある一つの川を残すのみとなった。 コニーアイランドとその上を流れるコニーアイランド側の1879年の地図コニーアイランド側は20世紀の変わり目には3マイルの長さがあり、まだ最小限公開可能な水路であった。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、この川をグレーブゼンド・シップ運河にする計画があった。計画は川を東西にまっすぐ走る運河に再び春節し、都市の方角を 運河の端まで広げるまでに川の両側の湿地帯をすべて埋めるものであった。この計画は最終的には破棄され、1924年までに土地所有者が川の一部を埋めた。1930年代にベルトパークウェイの建設を可能にするために主要部分がさらに埋められた。1962年、ベライコールナローズ橋の建設に伴い、さらに埋め立てが行われた。 これにより、コニーアイランド側は半島になった島の西端と、東端の入り口になった。東端に川は残っておらず、その端、シープスヘッド湾は浚渫され、大部分が壁で仕切られている。かつて川だった埋め立て地の上の道は、ショアパークウェイ、ガイダーアベニュー、ネプチューンアベニューとキャスプレースの間の三角形のブロックを通って、シープスヘッド湾に至っている。 川の入り口グレーブゼンドワの燃え沈んだバージガーの北西部は捨てられた船の見つかる船の墓場として知られている。南岸では45フィートの黄色い潜水艦が自ら突き出ている。それは1960年代後半にサルベージされた金属から作られたが一度も陶器水で安定して浮かぶことができずに放棄された。ありがとうございます。